エピソード20、声の向上。今回はこちらをプレイしていこう。これは子供たちのが頼んできたミッションになるね。前回頼まれた。いたね、ムービーに映ってた。今回のターゲットはシャバニ。シャバニ。鉱山で働かされていた子供たちのリーダーだった少年だ。彼は子供たちと引き離され、軍は工業団地へと連れ去られた。現地の人間がムゾヤ・バディアブルと呼ぶ地域だ。ボス、シャバニを探し出し、回収してくれ。任せろ。その位置は端末で確認できる。遠いな、1700m か。ちょっとこれ馬呼んだ方がいいかもしれないな。決議ね、結構遠いよ。よし、頑張りましょうよ。救出ですね。救出系はあまり得意ではないんですけどね。頼むから怪我とかしてんなよ。怪我してたらスネークは担いで運ばないとダメだからね。ルートであっさり回収できますよ。おお、任せろ任せろ。ミッションなんて簡単にクリアしてやれますよ。よし、とりあえず決議呼びましょう。遠いんでね。グーバイ DD、 またすぐ呼ぶからな。決議は移動手段だ。ああ雑な運び方だな。痛いよあれね。この脇のとこ痛いと思うよ。前腕のとこやめてあげて、かわいそうだから。動物虐待で最近はうるさいですからね。俺もそんな見たがないしね。頼むよ。そういうのはやめましょう。このマザーベースの掟です。動物に優しく、人に優しく、人をにも優しく、というのを起きてね。うん。さて、決議はいつ来るんだ。決議が来る気配がないぞ。早くしろ。もうミッション始まってるんだ。時間はない、限られてるんだよ。貴重な時間なんだよ。1分1秒ともね。ねえ、俺はもっと有意義に行きたいわけよ。早くしろ。決議を呼べ。あおー、決議、びっくりした。来るな、ヒヒン言うて。来てからヒヒン言うたらさ、俺当たっちゃう可能性あるから。よし、目的地は、でもだいぶ遠いけどね。この先拠点あるし。マジか。拠点ありますよ。なるほど。蛇の口か。目的地はそこを抜けるしかない。マジで？ここを抜けないといけない。結局 DD 必要になるってことじゃねえか。バカ野郎。マジでかい。拠点内敵発見。ここ抜けないとダメ。わあもう最悪だな。結局 DD いるんかい。DD 呼びましょう。ここ抜ければ。ここ抜ければ OK だからね。ディディ呼んだ？ディディ呼んだ？馬帰っていったね。ディディかも。まあ、ディディ自然に来ると思うんでね。できます、一匹目。いすぎじゃないこれ。ちょ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 、もういないの？これ無理じゃない？よし、とりあえずヘルメットは着用していない。こいつしてる？これは、してるね。難しい。遠くから無理だな。ほんで雨降ってるから段ボールが使えないっていうね。危ない。こっち来い、こっち来い、こっち来い、こっち来い。いいぞ、子猫ちゃん。いい子だ、来るんだ。ナイス。何、みんな来なくていいぞ。一匹だけ来たね。ありがとう。 DD も早く来てくれ。 DD 来ないの？よし、とりあえずまずこいつは倒せそうだ。こんにちは。何してんの？何してんの、スネーク。オッケー。寝ろ。完璧。ふぅ。いいねー。で、運びます。プルトン回収。バレないよね、この距離だと。よしよしよし。よしよしよし。まずは3匹中の1匹だ。で、DD はなぜ来ないんだ？俺は DD を呼んだはずだが。DD 来るんだ。DD。よし、いいぞ。DD がいないと難しいね、このミッション。まずはここを通り抜ければいいんだ。うまく敵をおびき寄せる。ワッツワッツ。何？来るな、来い。来るな、来い。そうだ、お前が降りてこればいいんだ。カモン。え、何気づいてんの？何気づいてんの？何気づいてんの？何なの？何なの？これちょっと待って、DD の手借りる時が来たんじゃないか？ DD の手借りる時来たんじゃないか？奥のやつは注目しなくていいんだよ。奥は注目しなくていい。あれ、奥のやつまだこっち見てんのか。とりあえずこいつ倒せたらいい。お、 DD 落下地点到着。こんにちは、俺でゲス。よし、寝ろ。回収回収。はい、回収回収。2匹目回収。雨降ってるからね、ダンボール使わない。ほんと俺の雨男ぶり健在ですわ。なんで雨降るんだろう、よくわからんぜよ。ほんで降りてこ、降りてこ、降りてこ。
降りてこ。お前直接来いや、チキンプレイヤー。おいおいおい、上から見てだけかい。カモン。カモン。降りてこいよ。面白かねえぞ、お前。何？なんか言ってるんだけど。何言ってんの、あいつ。下にいた兵士がいなくなった的なこと言ってんのか、これ今。カモカモカモ、降りてこいよ。もう注目しなくていい。あ、降りてきたね。よし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 。この岩陰に隠れておこう。来いよ。で、こいつはね、ちょっと、あのヘッドショット、あのヘルメットしてるからね、一発じゃヘッドショットできない。顔の部分はできるんだけどね。え、なに？バレてないよね。バレてないよね。こんにちは。スネークです。ありがとう。グッバイ、レッツゴー、討伐完了。えい、調子乗るな、やばかったね。調子乗るな。よし、ようやく中侵入だ。長かったね。で、この中にもたくさんいるはずだ。入りまーす。長い旅になるよ。目的地まで行くのがまず辛いっていうね。リリー、敵を感知。そこにいるのか。何体？一体だけか。まあ、別に倒さなくてもいいよね。倒した方がいいのかもしれないけど。わあ、これめっちゃおるね。何匹おるんや。まずこれ目的地行くのむずいだろう。1匹2匹で3匹で4匹5匹引きで数えてごめんね。で6匹。嘘ですやん。これはむずいな。で、また雨降ってるというこの相性の悪さ。とりあえず降りよう。一匹一匹倒していく。横通ります。万が一の場合は仮設トイレに隠れたらいいんだ。仮設トイレね。うわ、近い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 、すごく近い。討伐したいがこれ無理だな。わあ、盾も近い。なんか話してるよ。これ回避してはいけねえな。カモですね。カモ、カモ、倒していいか。とりあえず通った。とりあえず越えた。峠は越えた。よしよしよし、いいぞいいぞ。前にもいるからね。とりあえず越えれたんじゃない。うわー、あの上がやらしいわ。上があいつさえいなければという感じだが、上だね。問題は上、あいつをどうするかだ。あいついるからいけねえや。結局敵を倒さないといけないね、これ。どうしま、おっとっと、おっとっと、おっとっと。匍匐前進で行けばバレないのかもしれないな。近づいてこい。近づけ。もう手誘いはしない。気づけや。気づけや。雨降ってるけど気づかない？カンカン言うとるよ。カンカン言うとるよ。気づいて。よし、気づいた。おバカちゃん。おっと。おっと。こっち走ってきてない？こっち走ってきてない？何あいつ、気のせいか。よしよしよし、来い来い来い。大丈夫、なんともない。異変はない。こんにちは、俺です。ここでキルしとこう。グッバイ。死体ここ放置してて大丈夫か。死体大丈夫かな。あ、武器拾っちゃった。いらないいらないいらない。こっちいらないいらないいらない。よこせ。サンプレッサーついてない。サンプレッサーついてんのよこせ。よしよしよし。ちょっと担ぎたいの、こいつを担ぎたいの、こいつを担ぎたいマークはなかなか出てきてくれない。こいつ、いや担ぎマークね。オッケー。ちょっとこっち草むら置いとこう。は、何、う、嘘ですやん。もうマジでバレてないよ。もうそんな気づきすぎだよ。いくらなんでも開いてないし。もう嘘、嘘ですやん。もう勘弁してくれよ。もう絶対気づかれてないよ。これどうやって出んだ。鍵閉まってんな。これで、出れなくない。あっ、他出ればいい。あ、何してんの何してんの。中入っても何もないよ。なんで中入ったの。
てっきりこの台を越えていくのかなって思ったらね、関係ないじゃん。意味ねえよ。自然回復待とうか。バレてないよ、絶対に。え、何出てんの何出てんの何出てんの、しまっとけや。え、壊れたの、え、壊れすぎじゃない。もう出た出た、100発100中のエイム持ち、勘弁してくれよ、もう。バレすぎ、バレやすすぎなんだって。やばい。もう殺すわ。もういい、いい。お前ら全員殺す。決定。決定事項。はい、死ね。はい、死ね。死にましょう。国のために死にましょう。はい、グッバイ、死ね。勝手に死ね。わあ、死んだ。俺が死んだ。さて、ここだよ。今、上のやつにバレたんだよな。バレてないけどバレたんだよね。バレてない判定だけどバレる。よくありがちだよね。ありがち、ありがち。メタルギアでありがちな展開ですよ。気づけや、もう何なのこの目、目はめっちゃいいの。目はめっちゃいいの。耳バカ。耳バカ何なの、おっさんかな。ここはまずいな。ダブルヘッドショットと言いたいが、ダブルヘッドショットと言いたいね。オッケー、カモン、レッツゴー、レッツゴー、討伐完了。いいね。ナイス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 。ほいでほいで、まずここの二人を倒したから、ちょっとテント漁ろうか。カモ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 、テントを自由に漁る。おっと、そこの建物の中なんかありそうだけどね。入りましょうか。お、なんだい、加工資源たんまりあるじゃないか。取らないと、取らないと。それで、あの上のやつだ。次はね、報復前進で行って、報復前進で行って。さっきでもあそこ閉まってたよね。なんで閉まったんだ。バレたら閉まる仕組みになってんのか。あそこ敵いるじゃん。の、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 バレない。あそこ開いてるよね。さっきじゃあ閉まったんだ。バレたら閉まるんだね。そこ入っていったよ。じゃあ報復前進で行こう。あいつどこ行ったの、あいつどこ行ったの。ゴー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 。さて、目的地まであとちょっと。抜けれるぞ。抜けれるぞ。あとちょっとで抜けれるぞ。この中にいるね。タバコ吹かしてるよ。何しとんねん。仕事しろや。無能。カモン。カモン。よし！とりあえず抜けることも成功した。よかったよかったよかった。おそらくバレたらここが閉まる仕組みになってるんだ。俺の時閉まってたもんね、さっき。バレた時ね。よしよしよし。峠を越えて山。の、の、の。いや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 、なになになにこの人。どこ向いてんの？さっき向いてなかったじゃん。ねえ、降りてこなくていいよ。うわ、こっち来るんじゃねえよ。いや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 。いや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 。いや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 。来なくていい、来なくていい、来なくていい。どっちから来てんの？カモン、カモン。峠を越えたんじゃん。邪魔をするな。ほんと上のやつ厄介だな、あいつ。降りてこいよ、チキンプレイヤー。来いよ、お前単体で。何を指示出しとんねん。まずいな。何後ろから来てんの？オッケー。これ警戒対戦入ったか。何後ろから来てんの、急に。急に出てくるパターンやめよう。カモカモカモ。DD 呼ぶか。薬効食品ゲッチ。もう来なくていいぞ。よしよしよし。まだここなら、ここで失敗するってみんな論外だからね。先に言っておくけど。まだ本番じゃないからね。本番まだ1280メートル先にあるからね。よし、なんとか報復前進でやってきた。バディだ。ディドクかも。ここ来るんだ。もう敵いらないよ。もう敵いらないよ。リリ君の的。へーへーへー、もう通り越えた、通り越えた。そこにはもう誰もいませんよ。あそこで必死に探してるけど誰もいませんよ。誰もいちゃいませんよ。
とは走っていくだけか。早く行こう。ディディ、ディディ来たか。ディディまだ降りてこない。ディディ、ディディ早く来るんだ。ディディ、ディディ、早く敵を感知してくれ。ディディ全く降りてこないんですけど、スネーク報復前進で頑張ってます。俺の顔を見てくれ。待たせたな。全然見えてない。あ、来た来た。ゆっくり来てるね。バレるわ。あんなんしゃバレる。はい、ディディ降りてきた。ナイス、行こう。ゴー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 。あ、何？敵を感知。どこで？後ろでしょ？後ろで敵を感知したんでしょ？もうこの辺いないよね。おそらくそうだよ。この辺もいない。よしよし、超えた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 。行こう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 。あとは走っていくぜ。1000メートルの壁だ。1000メートルの壁だ。移動がめんどくさい。こういう時に馬が欲しい、今日この頃。でももうディディ呼んじゃったから。もうディディ思いっきり呼んじゃったから。しゃあないね。ここが1000メートルマラソンですよ。マラソンじゃねえ、それは。またこの先に敵がたくさんいるんだよな、ここだよな。絶対いるよ。間違いなくたくさんいると思うけどね。うちゃ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 うジムシのようにたくさんいると思うけどね。この辺にはいない。あの辺いそうだな、敵。いるんじゃないの？てか。いないか。加工資源とかありそうだけどね、あれ。いないね。でも、いや、キャンプあるってことは、あ、いるじゃん。全裸の兵士おるけど、あれ。なんで上半身裸なの？怖いね。じゃあ、こっちから越えていこう。思いっきり全裸マンがおったけど。クマチャリ。避けよう避けよう。お、敵を感知。どこで？うーじゃない。この先いないでしょ。まだいんの？もう目的まであと700メートルだぜ。もういなくて結構ですよ。上がれない。スネーク、この岩も上がれない。情けないぞ、スネーク。親は泣いとる。敵影吹き、接近。どこに？後ろでしょ？ここもういないでしょ。あ、横にいるね。どこだ？いない。ゴッ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 。敵を気にしてたミッションはできないよ。敵など気にせずやっていく。これが掟だ。これがルールだ、ここでの。バレるバレないなんか俺にとってはもう関係ないんですよ、そんなことは。クリアできるかできないか、それが重要になってくる。いないよね、大丈夫だよね。怖いんだよね、すごくね。よし、カモンカモン。どこから入るんだこれ。え、これってどこから入るの？これ山みたいになってるけど、崖だらけで行けないよね、先に。どっかあんのか、入れるとこ。こっちからで合ってるんだよね。え、まさか行く道間違えたっていうパターンじゃないよね。ねえ、これちょっと崖みたいになった。ほんと入れる？不安でたまらないわ。不安で胸がいっぱいです。帰りたくなっちゃった。どっか上がれるとこは通れるとこがあるはずなんだけど、全部崖。あ、こっちから行けるかな。こっちから、あ、行けるっぽいね。よしよし。え、行ける？あ、行ける行ける。小道って、あ、あったあったあった。不安だった。危ない。不安でメンタルが押しつぶされそうになったよ。じゃあこの小道を抜ければもうすぐそこだ。待ってろ。名前は忘れたが、おっとっとっと。こんなところにも監視所とは、随分と厳重だな。厳重すぎるわ。よほど人を近づけたくないらしい。まずいな、ここにも監視所か。チェックポイントがどっかで入ってくれてるんでね、一番最初からやり直しっていうことはないと思うが、ここでの失敗はかなり痛手になるぞ。ここが報復だ。とりあえずダンボール。えい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 。ダンボールスネーク隊いきますよ。2体だけか。監視場つってもに、ノーノノノノー。おまままま、いゴー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 。ダブルで来い、ダブルで来い。異変をダブルできた、ありがとう。ディディ、ディディ足止めしろ。行くんだ、すぐ行け。ディディ早く、ディディ撃たれる。ディディ早く。よし、いいぞ。ディディ、ディディ、何しとんねんお前。何いきなりディディに撃っとんねん。ちょっと待てよ、あれダブルはできないな。こんにちは。オッケー、グーバイ、レッツゴー。何うちのディに手出しとんねんお前。何出してくれとんねんお前。何やっとんねん。やる気の問題じゃないかな。やめろって。動物に手を出すなって。落ち着けって。落ち着くべきだ。騒ぐんじゃない。騒ぐことは許されない。さて、何かありますかって。
おお、過去資源だね。よこせよこせ。これ全部俺のもんだね。これ全部俺のもんだね。おこういうの全部取っちゃうタイプの人間だから。スネークどうした？スネークの動きが面白いな。よし、監視所は超えたかな。逆光が眩しい。で、ちょっと、サンプレッサー呼んどこう。サンプレッサー。ちょっと欲しいわ。よこせ。すぐ持ってこいよ。すぐ落とせ。鍵開けとこうか、事前に。万が一の場合もあるんでね、いきなり戦車とか来そうなんで、うん、そういうケースってあるじゃん、ありがちじゃん。怖いんで、逃げる準備はしちゃおう。そしてここでも早くするんだ、投下物資を落とせ。うわ、天気悪くなってきたぞ、雨降るんじゃねえか、やめろやめろ。よしよし、 DD ケツなで出せろ。俺も不安でいっぱい、ケツなでるぞ。よしよし、尻尾振ってんじゃないよ、かわいいな。さて、投下物資はどこに来る？早く来てくれ。投下物資のスピードをまだ上げることはできないのか。それを上げてくれ、みんな早く持ってくる。何段ボールかぶろうとしとんねん、 DD。 よしよし、来た来た来た、カモカモカモ。サンプレッサー開始。よしよしよし、行こう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 、ゴー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 。さあ、で、ようやくここが本番だ。みんな長くなったね、申し訳ない。待たせた、行きましょう。ん、え、目的地はさらにその奥だ。霧に覆われてる。で、ここに敵がいる。え、いない、敵はいない。なんかボスとか出てきそうで怖いんだけど。どうすんの？谷を下る。もう絶対嫌な予感しかしないけど、みんな絶対嫌な予感しかしないけど、俺谷下っていくわ。目の前に敵発見。霧で見えんな。ここ DD 絶対いるね。スネーク、この上上がれねえか。よし、上がれた。ダンボール、万が一バレてもいいように。敵を感知、たくさんいるぞ。こっちからも見にくいように、あっちからも見にくいからね。条件は同じだ。の目的は 300m 切っている。ダンボールの角度的に見えない。ちょっとここは切りないけどね。いや、ここもダンボールの角度的に見えない。どこにいるんだ。角度的に見えない。角度問題に俺は悩まされている。どこだ。え、犬じゃん。え、ワンちゃんいるんだけど。どういうこと。え、なんでワンちゃんいるの。ちょ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 、落ち着け落ち着け。ちょちょちょ、ワンちゃんワンちゃんワンちゃん。匂いでバレない。スネーク、スネーク、ここ上がれない。スネーク、子供かな、生まれたてか。うん、プレッシャーパないんだけど。うん、ワンちゃん、ワンちゃん、俺は吠えなくていい。俺お、は、どうした、何言ってんの、何言ってんの。え、何、バレたわけじゃないよね。うう言うとるけど。え、雰囲気的には完全バレてるけど。敵たくさん、敵盛りたくさん、ワンちゃん横にいる。え、これバレてるね、バレてるけど。え、これどうなんのね。行くよ俺は。ダンボール、ダンボール戦車隊、止まることは許されない。ゆっくり、ワンちゃんにバレたらまずいな。おっと、何言ってんの。え、バレてんの。バレてんの、何に撃ってんの。試し撃ちしてんの、こんなとこで。こんなとこで試し撃ちって不自然すぎない。ちょっと待てよ、目の前まで敵が来ている。ワンちゃん気づいてない、あれね。ワンちゃん優しいね。気づいてるのを気づいてないふりしてくれてるんだ、ありがたいね。行こう、霧が深いからバレない。バレないやん普通は。いや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 、気のせいだって、気のせいだって。リリ、足止めしろ、足止めしろ。3体来てる ?2 体か。止まれ、動くな。全くヘッドは当たらない。やべえ、サンプレッサー切れるわ。え、いかんね、これ。これいかんね。俺下手くそすぎんだよこれ。バレたか、バレてない。奥の来るね。いや、なんであんなヘッドショットできないの俺。なんであんな外すの。
いやいやいや、敵来ないの？来るの来ないの？どっちなの？来るな、来い。来ないのなら来るな。どっちかにしよう。とりあえずこの二人を倒せれば峠を越えそうだけどね。気づいてくれないか。気づいてくれ。あいつ火ずっと浴びてるわ。寒いんだろうね。あ、俺もっと寒いからね。え、段ボール一枚だぜ。みんな寒くて手が震えてるよ。あ、奥にもいるじゃん。オッケー。なんでこいつ無反応なの？え、なんでこいつ無反応なの？意味が分からない。こんばんは。え、どっち向い、え、なにこいつ、え、デコイ、あ、デコイだったのか。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、くそぉ、フェイクだ、フェイク。なんちゅうもん置いとんねん。あ、あそこ光ってる。ダイヤモンドあるな、あそこ。ダイヤモンドあるのはいいんだが、敵を感知。とりあえず1は俺だ。ごめんね。死ね。気づかないうちに死ね。優しく殺してやろう。ソフトタッチに柔らかく。ふう、ちょっと死体をこの影が落としとこう。でね、ちょっと待って、サンプレッサーが欲しいな。ここ落とせるか。バレない？サンプレッサーかも。プレッサー、プレッサー。アサルト撃ちまくりすぎてなくなったわ。もうね、めっちゃ撃ったったから。これどっち行くの？どっち？これ右曲がれってこと？右。これ下。どっちで行けるけど、もうこれ、このまま下降りて行っていいんだよね。よしよしよし。ちょっとあそこ気になるけど。敵二人いるからな。ダイヤモンドも取りたいし、あそこ。あー、でもここでバレるわけにはいかんからな。ちょっと、勝負出るから。とりあえずサンプレッサーかも。早く落とそう。よし、どう？プレッサー、いいね。ナイス。仕事が早い。素晴らしい。正面にはいない。横にはいるんだ。横に二人いる？横に二人。え？ワンちゃんだったのか。え、何してんの？何してんの？バレたか？バレたか？あ、来た。どうなる？ワンちゃん来てる？動いてない？ワンちゃん来てる？来てない？大丈夫？ワンちゃんだったのか！サンプレッサー一気になくなったし。とりあえずワンちゃんは来てない。で、ダイヤモンド光ってる。俺はこれを回収しに来たんだ。うわぁ、兵士かと思ってた。違かったね。またこれサンプレッサー呼ばないと。一気になくなった。え、そんなスピードで俺撃ったっけ？俺そんなスピードで撃った。申し訳ない。グダグダ続くね。ワンちゃんだったのかい。ワンちゃん見つかってちょっとすぐ殺されそうだけどね。何？今声聞こえたけど。え？え？なんで復活してんの？は？え？倒したよね、敵。え？俺殺したよね、確かに。え、なんで、え、なんで復活してんの？ちょっと待って、これもう早く峠越えた方が良さそうだ。谷越えよ、谷。なんで敵復活してんの？意味がわからない、意味がわからない。よし、よし、谷は越えた。あ、こっち行けないの？こっちから行くの？もうどこ行けばいいのかわかんねえや。落ちるつもりはないけどね。やっぱこっち行かないとダメだったんだね。え？道はどっち？行く道ないんだけど。こっちか。いや、行き止まりだ。どこから行くんだ？ちょっと待って、ちょっと待って。た、ん？どこからだ？あ、あっちだ、あっちだ。左にあったわ。気づかなかった、気づかなかった。あっちから行けば OK ね。よしよし。ふっ、パニックになる。道が急になくなるからさ。兵士はあっち奥にいるからね。よしよしよし、こっちだこっちだ。オーケーオーケーオーケー。あ、what？ またおるやないけ。何あれ、何、また兵士やね。兵士おるね。あ、じゃあ今の倒した敵が復活したんじゃなくて、こっちから来たんだ。左に道があったから。こいつ一匹だけ。えいじゃねえよ。こんにちは。
俺やで俺やで、近所で有名な俺やで、よろしく。こっちに辿っていけばいいのかな。霧が深いから道がわからねえや。あ、ここ細い、ここ通るな多分。ここ行けるでしょ。あ、行けねえんだてっきりこの間入るのかなと思ったら、ちょっと道があやふや。こっちか。ここ敵いない。目的地の方角には崖、道なりに進むしかないな。道なり、あ、敵思いっきり横いたんですけど、なんかデコイか、デコイだ、デコイ処理。危ねえ危ねえ危ねえ、デコイは処理しておかないとね。びっくりしたわ。こっちトンネルがあるよ。この先行けばいいの。よし、もうたどり着くよ。ようやくだよ、ようやくここまでやってきた。長えわここ来るまでが。行こう、走ろう走ろう。よし、もうちょっとだ。え、いつ崩れても不思議じゃないじゃないよ。俺もう出るよ、気をつけろ。はい、もう出た出た出た。よしよしよし、みんなようやく来ました、目的地へやってきた。あ、ターゲットを探してくれ。無事だといいが。ターゲットを探す。あー、これチェックポイント今入らなかったね。ここでチェックポイント入らなかったってことは、失敗したら、失敗したらどこからになるんだ。不安でたまらんが、失敗しないようにね。 OK、 敵さんはいない。 DD 敵感知できてないね。完全ボスの間だけどねこれ。ねえ、みんな、完全これボスの間だよね。おかしいよね。こんだけ敵いない。そしてなんかちょっと広い。そして障害物多め。なんか来るよね。ん？目の前に転がってるのは何だ？兵器か。なんでこんな敵いないの？こんだけ敵いないのおかしいよね。完全もう、はい、ボス戦ですって言ってるようなもんだよね。野生動物を感知じゃねえよ。そんなもん感知しなくていいんだ。どこにいる、ま、念のため一応段ボールね。念のため。怖いから。この施設怪しいな。こっちから入れない。入れる？どっか入り口ある？いや、入り口はないな、別に。何この入り口のない建物。あ、あった、ここか。みんな開いてるぞ、開いちゃってるぞ、開いちゃってて いいんですか。ダイヤモンド発見。 BGM 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 おかしいから。あ、ダイヤモンドじゃないの。開く、 What？ 光ってるからダイヤモンドかと思ったわ。なんか BGM がおかしいぞよ。 BGM がホラーゲーになったぞよ。お、なんか聞こえる、なんか聞こえちゃってる。聞こえていいものかわからないものが聞こえている。こんだけ人いないの怪しいよね。とりあえず奥に進もう。 What？ 割れないで。え、なにこれ。いや、ホラーじゃん。ホラー現場じゃん。何この先。はて、あ、開いた。は、来たか。え、え、え、何これ。何がどうなってんの。これが目的の人物。え、え、え、わーお、うわ、抜いていいのかい。いや、え、ラジカセ。何これ、気持ち悪い。めちょめちょめちょしてる。
寝ちょってる。あかんあかんあかん。あかん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 。うん、言うとるよ。これ回収できるのか。ちょっと待って。なんか来る。なんか来る。BGM がおかしいよ。え？これじゃないの？回収する人物。うわ、すげえ顔。すっげえ顔してるみんな。うわあ！すごいことになってるぞみんな、これガリガリに死んでるじゃんこれ。シャバニ、どれがシャバニかわかんねえ、もはや原型をとどめてないよ。どれがシャバニだ、どれがシャバニ。ガラス割りまくっとるけどね。あ、これこれがシャバニ。お、シャバニ、ここで何なの。完全シャバニが襲いかかってくるパターンじゃないの。シャバニの、シャバニ求めてない、シャバニやめて、シャバニ。まだ大丈夫か。シャバニ、お前の仲間に頼まれた。何？いや、ちょっと待って、ちょっと待って、あかんあかん。何もせげねえと、オーバーナトール。にごいべ、ケブン。わーお！落ち着く、シャバにやめろ！シャバ、シャバ、いか、いか、いか、シャバ。オーマイガー！お前か。お前もここで焼け死ね。嘘ですやん、嘘ですやん。あら？あらららら？なんちゅうポーズしたんだよ。動かなくなった。シャバ、シャバに、あ、シャバに燃えてる。シャバの、シャバにが。また動き出したよ。いや、逃げろボスじゃなくない？シャバにはどうすんの？もう逃げるよ、逃げるよ、逃げるよ。いや、逃げるよ。あ、もうごめんね、シャバニ。ウラムなら、あの、別のやつ選んで。俺逃げるから。わかってるわかってる。すごく逃げてるでしょ。うん、めっちゃ逃げてるよね。うん、めっちゃ逃げてるよね。オラは逃げるんだってば。やつ見つかったぞ、来るぞって。もう見つかってるよね。それは見つかってる。最初からずっと見つかってるよ。あ、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 の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 、はい、行き止まり、ありがとうございます。こっちから行かないとね。ゴー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 、逃げて逃げて、スネークスネークスネーク、大丈夫スネーク、俺を信じて。え、出口出口ここだ、オッケー。はい、トンネルトンネル、ノー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 、嘘でしょ。え、崖になるが、ランディングゾーンをあんたの近くに更新する。
あんたの近く、いかん、この前ヘリを、やつの動きを封じてから、いや俺はもう先にヘリ呼ぶわ。あ、来たんね。あ、の、の、フジロン来てる、フジロン来てる、の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 、フジロン、フジロンつったってさ、フジロンつったってさ、なんか、そうだ、こいつは水に弱いんだ。水がねえか。ランディングゾーンに到着、どこだよ。ランディングゾーンってどこだよ。どこに到着してんの、ちょっと待って。どこに到着してんの、どこに到着してんの、こっち、支援ヘリこっち、ちょっと待って。あ、見失って、あ、ここ水じゃん。これを利用すればいいんじゃない？そういうことだ。とりあえず今あいつ見失ってるんだ、俺のこと。スネーク見失ってみて、いい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 、調子乗るぞ。おおおお、どうした、帰ってこいや、どうした、もみしろとは目悪いんじゃねえか、お前目悪いんじゃねえか、電話をした方がいいんじゃねえか。さてさてさてと、さてさてさてと、支援ヘリはそちらか。ランディングゾーンに呼べっつってたね、自分で呼べって言ってたよね。とりあえず、あ、ここか、よしよし、見失ってる今がチャンス。ほんで万が一見つかったらさっき、さっきんとこね。え、撃墜、いや、バレてる、やつの動き任せろ。分かった分かった分かった、あいつの倒し方がね、かかってこいよ坊主。どうした、所詮は坊主だ、伝説の傭兵、ビッグボスには勝てんぞ。どこ行きやがったあいつ、あそこで爆発してるか、何なの、いいね、かもこっち来いよ、チキンプレイヤー。こいつの動きを封じるためにはこの水だ。かも熱い、燃えてる燃えてる、ほら吸収した、来いよ来いよ、どうした、来いよ来いよ、どうした来いよ、どうした、水に弱いんだよ、来いよ、入れないのか、おいチキンプレイヤー、どうした、あ、ノノ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 、燃えてる燃えてる、何してんの、何撃っちゃってんの、何撃っちゃってんの、何撃っちゃってんの、いやヘリ撃たないで、ヘリ撃たないで、カモカモカモ、いやどうした、戦おうぜ戦おうぜみんな、どうしたどうした、カモカモ、メイデーメイデーやない、ノノノ、何してんの、なんでこいつ入ってこないの、なんで入ってこないの、の、の、え、貯水庫、これ、これ利用するって言ったよね。なんか通報になってるけど。ちょっと待って、自然回復した。え、なんか来てんだけど、横に。左に来てんだけど。わっ、あ、燃えた、死んだ。え？何これ？無事か？いや、無事じゃねえ、死んだわ。スネーク。死になりましたとも。何？何を見て無事かって判断してんの？いやいや、おかしいでしょ。待てよ。いや、貯水庫に呼べってことだよね。呼んだけど来ねえじゃん。いや、逃げ道を塞がれたかじゃないよ。ランディングゾーンをあんたの近くに更新する。まず奴の動きを封じてから、ヘリを呼ぶ。奴の動きを封じてから、だからこの水を利用するのは分かった。貯水庫だろ？これを利用するのは分かったんだが、あいつ入ってこねえんだよな。貯水池。奴は水を避けていなかったか。避けていなかったか、避けていたよ。ってことは、避けていたよ。ちょっと待って、考えよう。考えよう、あいつの動きを止めるにはどうしたらいいんだ、資源ヘリでバババはダメなのか、貯水池、貯水池のとこには呼べないの、呼べないんだね、そういうことじゃないんだよね、どうする、一応呼んどくわ、貯水池入ってきてくれねえかな、水を利用するのは分かってんだよ、ただどうやって利用するかだよ、意味がわからない、関係ないね、あ、は、は、何、急に燃え出したけど、急に燃え出したけど、いや見つかってないよ、見つかってない見つかってない、なんで見つかったの、は、なんで横来てんの、どう、カマ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 、入ってこい入ってこい入ってこい、カマ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 、こっち来ねえの、こっち来ねえの、カマ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 、すごい火、どうすんの、ランディングゾーンに到着しても意味ないよ、今到着しても、どこ行きやがった、そっち現れたな、貯水池を利用するのは分かったんだよ、どうやって利用するんだ、入ってこねえ、避けてたって言ってたけど、避けるだけで来ねえんだよ、 CQC もあんな燃えてたらできないしね、あいつどこ行けの、なんで後ろにいんの、
おかしいでしょ、瞬間移動機能。敵有利すぎるだろ、いくらなんでも。貯水池の周りをぐるぐるしてるのは確かだよ。ただ動きは封じ止められない。OK。わかりません。やり方がわかりません。一体どうしたらいいんでしょうか。全く理解ができません。バカだから理解ができません。ノン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 、止まっちゃダメだ。止まっちゃうって。危ない。あ、燃えないです、スネーク。燃えないです、スネーク。はい。もう死にかけてるんですけど。完全に死にかけてるんですけど。どうするんだ。あ、来ないで。チカ君来ないで。一応、念のため。グレポン投げました。危ない。セーフ。セーフ。セーフ。ランディングゾーンに接着しても意味ねえんだ。ワッツな。プレイヤーがちょうど後ろ行った瞬間爆発するのおかしいでしょ。何すんのこれ。もっと情報をちょうだいや。貯水池に入りました。だから何なの？だから何なの？何もしてこないんだけど。いや、それ無茶ぶりって言うよね、カズさん。なんで見つかんの？うわ、意味がわからないわ。意味がわからない。謎ダメージずっと食らってるわ。避けていたよ。だから何なんだよ。だから何なんだよ。別に避けてるだけで何もならねえよ。攻略法としては。一時しのぎ。あ、マジで？え、これで終わり？嘘ですやん。何この終わり方。俺何もしてないけど、最終話。終わったよ。ははは。何これ終わった。えぐめ。違う、あのバグを利用すればよかったんだね。カモ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 。早く来て。早く来い。え、ランニングゾーンどこに来てんの？え、早く。え、何してんの？早く降りてきて。いや、当たり前、早く。当たり前だら早くしろ。早くしろ。今がチャンスなんだ、早くしろ。え、どこに来た？どこに来た？早く。はい、早く帰りたい。俺帰りたいから早く。何してんの？どこに来てんの？どこに来てんの？え？え？え？待機するってどこで？どこで待機してんの？あそこか。よしよし。またなんでそんなとこに来てんの？はいはいはい。早く早く早く。カモ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 。早く早く降りてきて。早く降りてこい、バカタレ。早く降りてこい。どうせ出てくるから、また見てや、見てや。すぐ来るからな。見てな。え、撃たれてんだけど。何ダメージ？早く上がれ。早く上がれ。ジョグ。これで終わり？終わったね。え？終わった。え、何これ？何これ？俺最後どうやって倒したか分かんないんだけど。どうやって倒したか分かんない。適当に逃げてた。倒せた。ランクは B ランク、ドーベルマン。結局シャバにはどうなったんだ。シャバにゲームオーバーだよね。はぁ、ちょとりあえずあの貯水池にあったあのタンクを利用すればいいんだね。それで終わったよ。あ、分かったかもしれない。あくまでも憶測だけど、あの爆風で多分ちょっと動くんだ。動いて、その水に落ちたんじゃないかな。ほんで無効化されたんじゃない？そういうこと。で、一時的なんか動けなくなったって今出てたから、その間になんか殴る蹴るで落とすのかもしれないね、貯水池に。あ、ちょっとわかったかもしれない。あ、多分違うと思うけど。わかんないや。正解か不正解わかんないけど。うんうん。まあ、でも俺クリアできましたから、みんなも頑張ってくれ。なんか、俺は適当にクリアできてた。クリアできてた。したんじゃなくて、できてました。なんじゃこれ。最後までよくわからんエピソードだったな。スカルフェイス。またこいつだよ。やはり奴はアフリカにいた。あんな化け物まで使ってこの地で暗躍している。だがあのゾヤバリアブルは一体何だ。人間の首にはイヤホンが埋め込まれ、テープから音声が。それにあの胸の症状、油田で見た死体に似ていなかったか。スカルフェイスはアフリカで何を進めようとしているんだ。現地の音はモニターしてある。これを解析に回して徹底的に調べ上げる。 OK、 わかりました。ただ残念ながらこのシャバニーはダメだったよね。助けることはできなかった。 A プラス、いいのが入ってきたぞ。 A プラス、いいじゃない。強いじゃない。いいじゃない。完璧じゃない。
別に子供たちの前でタバコを吹かさなくてもいいと思うんだけどね。まあ残念ながらシャビンのシャオの方をね吸うことはできなかったんですよ。悲しいですよ。仕方がない。おー待て待て待て、俺ミッション行くね。置いていくんじゃねえバカ野郎置いていくんじゃねえバカ野郎、捨ててけ。どうも現地で核開発にも関わっているようだ、うん、俺はそれがサイファーの関係者ではないかと睨んでいる。 OK、 証拠はないがスカルフェイスがこの地域の PF を利用して暗躍していることは確かだ。ちょうどその視察に関係する依頼が来ている。端末で確認してくれ。 OK、てなわけで今回の実況はこれにて終わりでございます。ちょっとねあのファイヤーマンとの対決もありました。対決と言ってもいいのかわかんない。結果的にクリアできました。残念ながらシャバニーを救うことはできぬ、悲しい感じになってしまいましたね。次回ではまた別のミッションをエピソードをねプレイしていきたいと思いますので、とりあえず今回はこれにて終わり。見てくださった皆さんありがとう。じゃあ次回またをグッバイ。